はい、どうも皆さんこんばんは、希望ことあきひろです。今日はね、大阪は鶴橋に来ております。後ろに見えるのが JR 鶴橋の駅。ほいで今日はまたどこ行くんやったらね、僕鶴橋って来たことないね。ほいで、まあ鶴橋言うたらね、まあ焼肉がメインか分からへんけど、ちょっと今日はこの辺をぶらついてなんか面白い店を探索してみたいと思うんやけれども、ちょっと下がんねった。今日はスペシャルゲストね、この人に来ていただいてます。あ、ぶつかったどうも、はじめまして、芝です。今日はね、鶴橋をあの探検していきたいと思う。この前ね、そこのね、パフェに行ってね、僕えらい目あったんで、あこだけは行きます。ということで、今日は2人でこの辺のお店を探索してみたいと思います。ということで、早速行ってみまーす。ギュー。ということでさ、今うろうろしてるんやけれども、こんなお店どうよ。ということで、今日はこのお店に行ってみよう。なかなかええ感じの焼肉屋さんっていう感じだろ。ちなみにメニューがこんな感じ。でね、今日はあの柴さんと来てるんやけども、この2人でね、これ2人前らしいよ。だからプレミアムセット3900円のとりあえず1つ頼んで、あとその他もろもろ頼んでみました。はい、乾杯。ということで、はい、乾杯。いただきます。僕取ってないです。うまいね。でくない。そういうことね。まずは大好きな生千枚、これからいっとこう。うまいな。コリコリの生千枚で、ちょっと酸っぱめのこのチョジャンのタレ、たまらんな。これでビール、うまいね。こういうキムチはいかがですか。キムチの盛り合わせのこれが白菜です。うん、あのちょっとフルーツっぽい味がするな。これはキュウリ。うん、これあのキムチ食うたら焼肉屋さんに来てるなーいう感じするな。ちょっとよだれ出てきたもんビール。うまいな。生千枚、生千枚いっときましょう。うん、ちょっとこの酸っぱめのチョジャンのタレにこの生千枚のコリコリ食感、またこれが冷たい生千枚の食感、たまらんで、もう入れみんだからな。うまいねー。
これでここで勝手に無茶振りで今柴さんこんなことやってんねん。うわ見られた見られた見られた。そういうことでね、あの2人で楽しくやっております。今は柴さんが焼いてくれてます。こんな格好でカメラ持って焼いてるんで多忙じゃないですか、いつものことですよ。あ、ちなみに僕ね、あの身の全部食べるんで、あのてんちゃんどうぞ。あ、身分取られるってあかんよな、身のは俺のもんや。やっぱり。うん。いただきます。てっちゃんおとろ。身のいっときましょう。うん。うまいな、このコリコリの身のたまらんわ、おいしい。うまいな。うまいです。ちょっと大きい身のいっときましょう。うん、うまいわ。これでビール。うまいな。ビールにホルモン。絶対覚えてる。そうですかね。続いてはこのてっちゃん。これ行ってみよう。うん。てっちゃん、てっちゃん、かねてっちゃんこの油トロトロのてっちゃん最高やな。うまいね。みんな行っときましょう。うん、これもうたまりませんな。身の、身のどこやった？第3の腸やった？いや、忘れた。あの、また詳しい方コメントお願いします。そういうことで、何でもいいね、うまい方ビール。そういうことで、次はな、いよいよお楽しみ。あの、柴さんと今来てて、このプレミアムセットのこの、あの、何ていうの、赤身のトロトロの、何ていうの、あの、サシが入った、これいってみよう。これよこれ絶対うまいで、これこのね生具合が絶対うまいと思います。これを岩塩、このさ見て見て、このレア感最高やろ。生肉大好きな僕はな、いっとくよ。うん、トロトロ甘ですね。塩にちょっとつけて、いただきたい。いただきます。ステーキ。このでかい肉、これいってみような。ダンデみたいな勢いでさ、ここに座ったらさ、ちょっと硬いと思って、ちょっと弱くしたい。ほんまのステーキの、あのでっかい端っこにいう感じで、ここでまた生肉、このレア感、めっこりってるいう感じで、もうここにこうお肉が入ってきてるような感じで、もう幸せたまりませんね。こうやって見えるね。うまいな。全然生でもいける。これ多分ね、中いい感じのレアです。おい、これもこんなお肉ね、うまそうな、ええレア感やったろ、いとこ。うん、最高やな。レビュー。やっぱね、本店来てよかったね。うまいね。クオリティー。はい。今度はこれポン酢かな。これちょっといってみよう。うん。
さっぱりのポン酢やわ。やっぱりあっさりのポン酢にこの肉、サーロインのステーキみたいな、この霜降り見てもらったやろ、あのちょっとレア気味の肉、たまらんわ。オリーブビールやからな。はい、でもうた。ということで、本日はこちら牛一さんにお邪魔して、ちょっと食べたらね、うるさいわこのね、看板娘がもういろいろ喋るね。ということでね、ちょっともう一回行くわね。あの、今日はここの牛一さんにお邪魔して、ちょっと食べて飲みました。あのね、ごっついあのサーロインあったやんか、めちゃくちゃうまかったから、あのまた近くにお立ち寄りの人は来てみて。ということで、今日はこちらの看板娘がいてまーす。ということで、はい、皆さんにまた来てくださいねって言うて言うて言うて、また来てください。あ、こっち見て。はい、どうぞ。恥ずかしいらしいわ。ということで、皆さんいつもながらながらのご視聴ありがとうございました。ということで、ね、あのチャンネル登録を済んでない方はチャンネル登録お願いします。それではよかったらコメント、高評価、忘れてる、忘れんといて、忘れんといて。ということで、コメント、高評価もお願いします。ということで、皆さんさようなら、バイバイ。